久取さんも。卒業生、保護者を代表いたしまして、一言お礼を申し上げます。ランドセルがとても大きく見えた1年生の時から、下級生をお世話することができるようになった6年生になるまで、担任をしてくださった先生や、校長先生をはじめ、6年間関わってくださったすべての先生方、地域の皆様方、本当に子どもたちを大切に育てていただきましてありがとうございました。私事ですが、昨年の12月に5、6年生の音楽の授業で山口県のマウンテンマースマーチと一緒に音楽ライブをさせていただいたことが一生の忘れない思い出になりました。でその時に歌わせていただいた曲が CD になりましたので、今回卒業記念に子どもたちと先生方にプレゼントをさせていただきたいと思いますので、ぜひ受け取ってください。それで言葉で表現するのは非常に苦手ですので、その中にある感謝ありがとう幸せの連鎖という歌を少しだけ歌わせていただきます。優しい気持ちで聴いてください。当たり前じゃない今この瞬間に、ありったけの真心を届けます。僕にできることは限られるかもしれない、それでも僕にできることは計り知れないことも知っている。感謝ありがとう幸せの連鎖、あなたの存在がどれだけの力を、感謝ありがとう幸せの連鎖、与えてくれたことでしょう、与えてくれたことでしょう。6年生卒業おめでとうございます。心よりありがとうございました。平成31年3月19日、卒業生保護者代表小林さのり。